得意技です。ていていて、いってーいてててててて、はい、みなさんどうもこんにちは、ピピンエピ生き物チャンネルです。今日はですね、あるカブトムシを掘り出そうと思います。ボリビアのゴロファですね。はい、一応ゴロファ SP という形で入手をしたカブトムシです。まあ、SP っていうのはですね、ゴロファ属なんだけれども、その後ろのその種類がね、ちょっとまだよくはっきりしないなっていう時につける、あのまあ名称ですね。はい、 SP ってつけます。スペシャルではないと思います。はい、で今回で掘り出すのが2つの瓶なんですね。で3つねあるんですけれども、1つはまだねちょっと幼虫で全幼状態なんですよ。ちょっとね、残念ながらね、あの間に合わない可能性も出てくるんですが、一応ここでゴロファー見てみたいなと思いますので、ちょっとね、これはね、成虫になってますんで、二つとも成虫になってますんでね、ぜひ、ゴロファーって何っていう方ね、いましたらね、ちょっと見ていただければと思います。はい、それではね、こっちからやるかな。はい。まあ、こんな感じになっております。ボリビアのサンタクルーズ。詳しいかな？まあいいや。ボリビアのサンタクルーズっていうところにいるゴロファですね。はい。で、ワイルド F2 っていうことです。で、昨年の10月から、今まで来ましたね。そんな感じですね。ね、最後のね、幼虫体重が 13g ということです。はい、そんなに大きいカブトムシじゃないんでね、まあ、うわーっていうようなイメージはないと思うんですけどね、ちょっと早速やっていこうと思います。これはですね、800のボトルです。はい。で、月夜のキノコ園さんのキノコマットを使用しました。さてさて、どんなカブトムシが出てくるのでしょうか。実はですね、私ゴロファって実物見たことなくて、写真ではあるんですけどね、もちろんね。お、いるいる。あ、横からも普通に、おお、出たー、ゴロファ大佐、ゴロファ大佐、よっ、オスだな。痛いやつだった。ほらゴロファ、なんか想像してたやつより短いな、これ。これが正解。痛い。あ、ゴロファ特有のですね、このバンザイポーズ、ゴロファの得意技です。すごい、引き寄せてる。ではちょっと取っていこうと思います。でゴロファ歩くのかな。ゴロファ歩いて、ほらゴロファ動き、いってここはうまいった。はい、ということで、ゴロファですね、出てきました。国産カブトムシ持ちができますね、ゴロファはね。はい、こんなやつです。カブトムシですね、ザね、ザカブトムシ。こんな感じですね。あとでもうちょっと詳しく見てみようかな。大きさはね、測らなくていいよね、これね。はい。ということで、ゴロファ第1号。はい、それじゃあですね、次。これもね、まあ同じような経路を辿っています。最後 12g とね。まあちょっと残念ながら横から見た感じだと、これもね、オスっぽいんですよ。
ちょっと一旦小林がね、はいたんだな。ちょっと粘土質になっちゃってるな。横から見たらオスなんだよな。サプライズ登場あるかな。メスのサプライズ登場ないかな。これがね、メスだったらつながるですけど、けどオスだな。同じですね。あ、これオスだよな。ゴルファーのメスってやっぱり角ないんすよね。ドゥドゥン。え、これちっちゃいだけじゃないよな。え、これオスだよね。ちっちゃいだけ。これほらあるよ。あ、これオスだよね。うわ、めっちゃかっちりくっついてる。これ一点だな、これ。いや、これメス、いや、オスだよね。何回言うね。これオスですよね。いや、これオスだな。いや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 、手を挙げてますよ。はい、ゴルファー SP。 はい、はい、ということで、まあ完品ですね。ちょっとお尻が大きいのはもともとなのかな、これね。うん、じゃあこれ、あ、綺麗だな。綺麗ですね。はい、それではですね、今日はゴルファー SP を、掘り出してみました。2頭だけなんですけれどもね。はい、こんな感じになってますね。綺麗ですね、ゴルファー SP。 まだね、ちょっと本調子じゃないので、あの、わちゃわちゃが見れない。うわわーっつってこう、わちゃわちゃをね、威嚇するんですよ、手で。だけどちょっとまだ見れない、本調子じゃないのかな。まだ硬直も全然始まってないんですね。はい、こっちはちょっとだいぶまだ寝てますね。うん、こっちの方が先だったのかな。はい、ちょっとね、メス出てくるかな、そこは分かんない、まあ、間に合うかも分かんないですけどね。はい、とりあえずゴルファ SP 掘り出してみましたね。この動画、カブトムシ、クワガタムシ、あとはサソリとかね、寄虫、いろいろありますので、ぜひ興味ありましたらチャンネル登録してみてください。ほいでは今日は以上になります。また次の動画でね、お会いいたしましょう。毛生えてるじゃん。